ああ、君か。最近よく来るね。今日もここで資料整理さ。他の先生は誰もやりたがらないからね。おっと、愚痴みたいになっちゃったね。ごめんごめん。まあでも、君んならいいか。放課後、わざわざこんなところまで来る。物好きみたいだから。今日も手伝ってくれるんでしょ。そう、助かるよ。君は本当にいい生徒だ。君のクラスの担任だったら、内申点、こっそり上げてたかも。なんてね。それじゃあ、いつも通り俺が資料をまとめるから、君はそれを順番に棚に戻してくれる。お願いね。今日はこのくらいでいいかな。助かったよ。ありがとう。コーヒーとお茶、どっちがいい？好きな方をあげるよ。こっち？ほら。そろそろ下校の時間だね。それ飲んだら、さっさと帰るんだよ。ん？何？質問？別にいいけど。それで、どんな質問？付き合ってる人、いますか？ 何を言い出すかと思えば、そんなくだらない質問答えられないでしょ？そんな会話、期待しちゃダメ。まったく、君はそういうこと聞いてこないやつだと思ったんだけどね。君も、年頃の子なんだね。まったく、どうして人の恋愛沙汰に興味なんて持つのかな。僕のそんな話聞いても面白くないでしょ。なんでそんなに気になるの？俺のことがタイプ？ 冗談でも、あんまりそういう発言はするもんじゃないよ。特に、君みたいな純粋な子は、悪い大人に目をつけられちゃうよ。わ かったら、今後は気をつけるように。いいね。全然わかってないみたいだね。どうやら君は、大人を舐めてるみたいだね。どうしたの？そんなに顔を隠して。こんなに近い距離で話しかけられたの初めて。どうやら君は大人の怖さが分かってないみたいだから、優しい先生が教えてあげようかなって思ってさ。こうやって壁際に君を追い詰めて、大人がどれだけ怖いか分からせてあげてるんだよ。目をそらしてる。怖い。何を言っても先生なら大丈夫って本気で思ってる？これに懲りたら大人をからかうもんじゃないよ。いい？おい、聞いてる？なんだ、随分顔が赤いね。熱でもあるのかな？大丈夫。送っていってあげようか。それとも、まさか本当に、俺のことが好きとか。本気？参ったな。まあ、なんだ。今日のことはとりあえず忘れよう。ただ、これからも、時々でいいから、こうやって、手伝いに来てくれないかな。そっか。
ありがとう。そう言ってくれて助かるよ。まったく本当に君は懲りない子だね。こんな辛い思いするならさっさと諦めた方がいいと思うけどね。ま、君の好きなようにすればいいよ。ああ、ほら、今日はもう遅いから早く帰りなさい。まあ、なんだ。明日も資料整理あるから、また、手伝いに来てもいいよ。君がどうしてもって言うならね。それじゃ、気をつけて帰ってね。明日また。はぁ、参ったな。少し傷つけちゃったかな。いや、でも、あんまり懲りてなさそうだったか。こういう問題の対処は難しい。でも、あんまり甘やかすのもね。まあ、卒業するまでには、諦めてくれるかな。まったく。俺をこんなに悩ませるなんて、困った生徒だ。